サラリーマン中心グラは1960年12月25日に公開された日本映画。監督は杉江敏夫、主演は森重久也。制作は東宝。カラー。東宝スコープ。100分。キャッチコピーは10年に一度の顔合わせ。人気スター総出演。東宝サラリーマン映画100本記念作品と銘打って。 作られた作品で、題名に、社長の名は入っていないが、社長シリーズの一本である。しかしストーリーの展開上、本作では、森重は、専務、加藤大輔は、部長、小林刑事は、社長運転手といつもの設定とは異なっており、またこの時期、小林の恋人役だった、司陽子は、小林の妹役で登場する。本作は、かで本。 中心蔵をモチーフにしており、人情末の廊下のシーンをロビー内で起こる、暴力事件で行うなど、様々なところに中心蔵のパロディがある。またストーリーの関係上、生族で一本の話となっているが、これは第一作のへそくり社長生族以来のことである。原案は伊原康夫と名義されているが、これはブレーン担当の井手敏郎、笠原良造。 といった、工次、田波康夫の合成ペンネームである。出演者は、百本記念作品にふさわしく、三船敏郎、池部良などといった大物が出演、さらに東方の人気俳優陣が登場している。なお、社長シリーズ常連の三木の里平と、花房ゆり子は、生俗編とも登場しない。1980年代前半までは、 放送に恵まれず、意外に知られていない作品だったが、1985年12月7日、放送の TBS の土曜朝の映画枠、土曜映画招待席で、次回放送の続編、続サラリーマン中心グラと共に放送したところ、好評となり、その後の CS 放送、日本映画専門チャンネルでは、12月になると製続、合わせて頻繁に放送。 その内容が知られるようになった。丸菱財閥の歓迎レセプション会場である東京会館大,大石小野寺寺岡が浅野の墓参りに来た千学寺丸菱財閥では同財閥で招待したアメリカ経済施設団の到着を明後日に控えその準備に追われていた。総本社では足利忠義会長を中心にグループ企業の阿古産業社長 浅野拓也、若狭金属社長、桃井和夫、丸菱銀行討取り、キラ豪之助ら18社の社長が集まっていた。その席上、接待委員長、キラは、施設団に兜をプレゼントしようと提案したが、桃井に兜を、偽物だと言われて険悪な雰囲気となるが、その場は、桃井の親友である浅野の取りなしで収まった。その夜、浅野は、ヨーロッパに出張する。 大石義雄専務の総公会に出席した。お開き後、大石は浅野に、芸者、海洋治との結婚を進めた。翌日、若さの角川本蔵専務は桃井がキラと航路にした。ことを知って恐れ、キラと彼の秘書、友内光一に大盤をプレゼントをし、キラのご機嫌を取った。だが、その直後、キラは、日頃から妬んでいる浅野が、 キラのひいきのかよおさむといちゃついていたのを目撃し、すっかり、朝野王に組んだ。そして翌日、施設団が到着した。レセプションの開始直前、キラは遅れてやってきた朝野と松のロビーで鉢合わせとなり、朝野にバリ増減を浴びせた。自分のことばかりか父である、仙台社長のことまで侮辱された朝野は激怒し、キラを殴りつけてしまう。その場は、 角川の取りなしで収まったが、浅野は、接待委員を解任され、足利会長から謹慎を命じられた。ショックを受けた浅野は、気晴らしに、自動車旅行に出かけたが、そのまま、事故死してしまった。これを知り、大石はすぐ帰国した。本社では、公認の社長人事が議論され、キラが、公認の社長に決まった。小野寺部長や吉高町は左遷。 一方で、王の旧米常務は、自分の安泰を図ろうと、キラ側に寝返り、道楽者の息子、テイゴロを入社させるなど、会社はバラバラになってきた。そんな中、王石は、バー、擬温に入り浸りになり、社員たちは王石への不信感を募らせる。やがて、キラの応募は激しくなり、アコ産業が、創業時から進めてきた、アーマン紹介との契約を破棄し、 さらには、大石の息子、力と低五郎の妹、小波との縁談も妨害された。さすがの大石も起こり、アーマン紹介との契約を個人契約に切り替え、アコ産業から分離し、新会社を建てることにした。サザエさんとエプロンおばさん、ありがとうございます。